さあ、それでは決勝ブロック、まずは一つ目いきましょう。勝っても負けてもとりあえず、差し入れ編があるんで帰らないようにお願いします。それでは 1P 側からクドリャフカのニューガンダム、 2P 側にエンジェのバサーゴ、 3P 側にナナシのヘビーアームズカイ、 4P 側にタチのデスサイズお願いします。ニューガンバサーゴ、ヘビーアームズデスサイズ、ヘビーアームズかデスサイズヘル、どちらかを映していく形で、クドリャフカさんが 1P、 エンジェさんが 2P ですね。ニューバサーヘビアーデスサイズ、3000コスト1体で残り2000コスト。さあどうしようかな、ちょっと画像的にはデスサイズの方が 4P で安定するんで 4P いきましょう。さあどれと混んでもニューガンダムは平和だなって感じになりそうですけども、ステージはアウト村。さあデッセルバサーゴヘビアニューガン平和だな。さあこれヘビーアムズじゃない、ヘビーアムズがいるって、ニューガンもいるということはデッセルが非常に厳しい戦いを強いられますね。さあバサーゴうまく援護できるか、そして切り抜いて輪郭入れていけるかのヘビーアムズじゃないデッサイズ、あと俺ヘビーアムズデッサイズ今度間違えたらひどいな。さあシフトライフル、まるでさあ、ヒッパンテルも飛んできている。さあ、部下も恐ろしい。ヒッパンテルの足取りも恐ろしい。さあ、まずはワンチャン取っていくが、アカラとサーブが待っていた。まずはクロフォッケー、ワンチャン逃げる。さあ、どうなっている、うまく逃げて、メルティング。しかし、建物にギリギリ届かなかった。さあ、まずはデスサイズが一押し。バサゴのタイムもそれなりには余っているが、まだ油断はできない。敵の武装は強力だ。さあこれヘビーアームズのダメージを取りに行けないのが厳しいところですね。さあまずは落ち着いてクロークを切っていく。さあワンチャンキューしたまったアシスト、しかしよろけない。さあこれエルピックいくか、横枠の方が反転回さっている。さあヘビーアームズの体力も少しずつ減らしているが、ここでバサーグは落ちて残り2000こそ。さあ邪魔でなんとか合流。さあ誘っていくガトリックが恐ろしい。本当に相性が悪いですねこれ。さあここでまずはニューガンが落ちるか、ヘビーアームズが救ってくれた。さあワンチャンゲージが微妙なライン、うまく逃げていったいか、タケノコ打ったところをうまくニューガンがヘビーアームズが取った。まずは決勝戦、決勝決定戦進出。1位 3P クドレフカのニューガンダムとの話のヘビアイになります。負けてしまったエンジェさんとタチさんは、3位決定戦ございますので帰らないようにお願いします。さあそれでは次行きましょう。2個目、 1P 側に小川のニューガンダム、 2P 側にひよこアット、これからとんかつ浜勝製のダブルゼータ、 3P 側にアイビーの百式、 4P 側にアワサ名称アット裏木将棋ぶっぱしますのは自作1号機ですね。さあニューガンダム勝ちいるんで、まあ、ニューガンダム以外のダブゼ100式作1号機、ダブゼもまあ多いから100式が作1号機ですね。各種編成分のニューガンダム作1号機になったら作1号機、他は100式ですか、いきましょう。さあステージはクシズ、ステージからのじゃあこれ100式ですね、バランスおかしいや、やってみせようじゃない。私はいつも一人の男だ。さあ01ダブゼ、そして100式入団かけて、さあ右下動画のため若干スリムに見える100式。さあアシストうまく着地に重なった、そして入団がうまくインファンデで封鎖したところ取ってあげる。さあまずは試作1号機を封鎖する、このまとめで N 角振り上げまで出てワンタイム。さあアシストでエゴ、まずかダブルゼータ落とし、さあチャイショット受けてしまうが、ニューガンダムは今の体力が結構余っている。さあ先に1号機のチャイショットはネタマシンがうまく逃げる。さあ早くやのチャイショット逃げて、これワンチャン取りに来たダブルゼータ。さああちらはうまく順落ち狙えれば終了ではあるが、肩落ちしてしまうと体力が余ってる方とコストオーバーズがあるね、ちょっと気をつけなければならない。さっさく1号機がここで落ちる、今はすくってあげに江戸角からサブが当たったか。さあこれ100式はプレッシャーをかけにくい、しかしニューガンがチャンスショットで落ちる。
さあ、ヘクシキ、落ち着いて、回しまって、いるか、ここでまだ生きるか。さあ、ダメだと、さっき長期が体力同じ感じ。なんとか下の子は後ろブースに逃げて、さあ、私どもしづらいところ、ダブルゼータを襲っていく。さあ、ライフルからどうかといったが、何回もうまくいくとは限らんか。まだ生きるダブルゼータ。さあ、特殊が当たり、先に長期はポイントに抜いていく。さあ、右下からさらにちょっとした動画になるわけがわからない。さあ、ここで勝利したのはクワトロアムロ組13P、小川の入団のことアイビーの100式になります。おめでとうございます。さあ、それでは3位決定戦からお先にやっちゃいます。 1P 側からエンジェのバサーゴ、 2P 側にタチのデッサイズ、 3P 側にヒヨコのダブルゼータガンダム、 4P 側にアンバス名称の作1号機お願いします。さあ、3位決定戦やっていきましょう。 1P 側にエンジェさんのバサーゴ、4P 側にアンバス名称さんの作1号機ですね。エンジェさんいるかな。 1P 側サイン決やります。ざわざわざわ、エンジェさん、エンジェさん、サイン決ございますよ。バサーゴご使用のエンジェさん、ちょっとコール遅かったかな、これはまずい。エンジェさん、いる？エンジェさん、酸欠でございます。身内いる？身内いるならちょっと話は早いんだけど。Oh my god! ちょ、エンジェさんがいないんだけど、どうしよう。エンジェさん！トイレ？トイレとかそういうのなし？キョロキョロ。どうすんのこれ？どうしようか。やるしかないよね。じゃんけん。最初は、あ、来た、エンジェさん来た、エンジェさん来た。最初はグーじゃんけんっぽい。ちょっとどうしたい、バサゴなんだけど。じゃないとダメかな。じゃあ俺なの。エンジェさん先、最後聞く、エンジェさんいるかい。いないんで、じゃあちょっとしょうがない点へ入ります。申し訳ない。まあ負ける確率高いんでね、シャッフル気をつけていきたいですね。なんかしぶしぶマイク渡されちゃったんで、また喋る運命になったケインイーです。何、俺ケインイーみたいに面白いこと言えないよ。まあ、とりあえずエンジェさんの代理ということで、ケインイーのバサーゴは入るということで、まあ皆さんご了承ください。申し訳ございません。で、ケージはダブルゼータで、こんなところで打ち合わせいいと思ってんの。23かな、23です。まあちょうどいいけど、右下動画ダブルデータになってるんで、こちらとかちょっとチーズロビーしましょうね。まずスクダブルデータ掴んで投げて、これ右下動画見づれえな、本当に今度直そうなっていいね、これ。なんてことだよ、直んなんて。で、スパイダーに下面に立ってきて、スパイダーが持ってくれて、お互いいい感じ。新しく降りてきたフルバーニアンを牽制しつつ、カミが打っていって、味方のデスサイズが前で分回ってくれてるんで、まあ後ろで頑張って張ってくればいいんじゃないですか。いけだねー、いけ。まあお互いあんまり損傷ないということなんで、まあ諦めにやってくるパワーだと思いますね。すっごいんだよ、ごめん怪我しないで。相手のコース残り30秒。日下げにしたいか。見とどめだ。相手戻して。相手のコース残り1000。やめんな。まあこれいい感じ。試合の流れ進んでるんじゃないですかね。まあ本当こうやってマイクを揺らされてみると、店員への依頼さが分かりますね。僕全く面白いこと言えないんで。対面かな。まあもうちょい気持ちがあるといいですね、僕の頭に。で、一気にダブルデータの運転が残り160で、上からデスレベル落ちる。ずるいって、もう一回下がらないよ。すごいいい感じだと思うんで、今度はこっちの番だ。進んでいければ順当に勝ってしまいましたね。こっちの勝ちだね。では、エンエイさんどうぞ。エンジェ様、大変申し訳ございません。